のテーマは最強のスムージー。イノセントという字を美しく書きながら、ゆるく雑談してまいりますので、よろしくお願いします。イノセントの存在自体は前から知ってたんですけども、偶然出会いたいなと思ってたので、自ら探しに行こうっていうのをやめてまして、でも、ちょっとね、もういい加減飲みたいと思ってて、たまたまキャンペーンやってたんで買いました。メインの味が3種類。大真面目ストロベリー、やんごとなきマンゴー、ゴージャスグリーンっていう、この3本があって、今回はマンゴーを箱買いしました。箱にこんなのがついてたんですね。お手紙在中って書いてあるんですけども、心遣いというか、ちょっと粋な計らいだなというか、イノセント自体は海外から参入してきた企業なんですけども、こう、ちゃんと日本人向けのこういうアプローチの仕方みたいなところがうまいなっていう感じで、すごい感動したんですけれども、ありがとうございました。意の解説します。ちょいちょいこういう文字の解説が挟まるので、よろしくお願いします。真ん中の棒は素直に真ん中の中心線を通ると美しいです。こんな感じで、どんどん解説しながらお話ししていきたいと思います。で、せっかく紹介するので、本当はこの動画内で飲みたかったんですけど、チョークを触りながらね、飲み食いするのはいかがなものかと思いまして、先に飲んでおきました。やんごとなきマンゴー味。で、イノセントは混ぜ物なし。なんと水も使っておらず、果汁 100%、または果汁と、野菜汁 100%、ほの料、甘味料、添加物みたいなものも一切使用してない、体にいいものしか入ってないよっていうのが売りなんですね。キャッチフレーズがまんま飲むフルーツって言うんですけど、もう味はね、まさに飲むフルーツでした。素晴らしいキャッチコピーだなと思いますけど、マンゴー好きな方はかなり大満足のいく味だと思いますね。一本ずつね、楽しみにしながら飲ませていただきたいと思います。どの解説いきます。真ん中を通ると上に行き過ぎてダサいので、中心を避けて緩やかに反るといいですね。その日本向けにアピールするやり方としては Twitter のアカウントを上手に活用されているんですね。いろんな企業アカウントがありますけど、ツイートがまずおもろいんですよね。で、その笑いに走るっていう感じではなくて、海外的なユーモアを織り交ぜてくるんで、ちょっとクスッとくるような、企業アカウントだから仕売りしなきゃいけないみたいな感じはもう一切なくって、あくまでも自分たちのスムージーにすごく誇りがありますよっていう、でも、出しゃばりすぎない、謙遜もあったりして、概要欄の方にイノセントのツイッターの公式アカウントとかまで貼っておきますので、ぜひご覧になってください。では、背の、解説に行きたいと思います。矢の一画目に似てますよね。で、だいたいここの長さが揃うようにすると、いいかな。消費者を巻き込んだキャンペーンが上手なのかな。そこら辺の SNS の活用はね、本当に巧みにされてて、親しみやすさが生まれるアプローチしてるのが面白いんですよね。私は三角形だと思っていて、上まで払いすぎると、ソみたいに見えてしまうので、ここにしっかり空間を作るといいと思います。一番最初は1999年のとある音楽フェスにスムージーをね、試しに販売してみて、ゴミ箱を設置したんですって。もともとはスムージーを作る会社ではなかったそうなんですけども、今働いている会社を辞めて、このスムージーを作った方がいいか、イエスかノーかで答えてくれっていう風な質問をね、投げかけたそうなんですけれども、フェスが終わった頃にはこのイエスの方に大量に空のペットボトルが入っていたっていうところから、このスムージー作りがスタートしたらしいんですよ。素敵な話じゃありませんか。で、そこから紆余曲折あって、今の形にたどり着き、で、ヨーロッパの方で成功を収めて日本に参入してきて現在に至るという感じだそうで、ある程度もう需要があるっていうのが分かってるので、うさんくさくないというか、好感が持てるアカウントだなと思います。はい、との解説いきます。とはもうどう見ても縦長です。中心よりも左からスタートするとかっこいいです。この向きなんですが、縦にしすぎるとかっこ悪いし、あまりにまっすぐでもおかしいので、少し下目にしっかりここを止めるといいと思います。イノセント今日5文字だったんで、すぐ終わっちゃったんですけれども、今回この動画をね、作りたいんですけどダメですかねってこの間リプライを送ったら、光栄ですみたいな低姿勢のね、リプライが飛んできたので、今回作らせていただいたんですけれども、この動画を機にイノセントね、知った方がいらっしゃいましたら、コンビニとかでも売ってますので、見かけたら飲んでみてください。この動画をもしイノセントさんが見ていただいてたら、ぜひノートかに上手に書けたよみたいなね、ツイートをしていただいたらめちゃくちゃ嬉しいので、そんなことをね、夢に見ながらイノセントを飲んで寝たいと思います。はい。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。